ホルトゥナート・トケレリは、イタリアの作曲家、パルマ出身。両親の死後、ピアチェンツァの音楽家であったおじのフランチェスコ・マリア、バッツァーニから音楽教育を受けた。1708年からオペラの作曲をはじめ、フィレンツェのアンナ・マリー・アルイーザ・デメディッチをはじめとして、バルセロナやベネツィアの貴族に仕えた。1722年よりバンベルク・トビ・ウルツブルグの、 領主司教ヨハンフィリップ・フランツ・ホンシェーン・ボルンの宮廷の宮廷学長に就任した。1725年に領主司教が死去すると、ヘッセン・カッセル・ホーハク・カールの宮廷の宮廷学長となった。1732年から1734年までカールの子でスウェーデンをとなっていたフレドリク一世のストックホルムの宮廷学団で活動した。 その後、ヘッセン・カッセルに戻り、フレドリク一世の弟のビルヘルム八世の宮廷楽団に死去するまで仕えた。イタリア時代には主にオペラを作曲していたが、ドイツとスウェーデンでは、オラトリオなどの宗教音楽や、弦楽と、通奏低音のためのシンフォニア・編ン長チなどの、器楽曲を残している。ありがとうございます。